LST-469 はアメリカ海軍の戦車揚陸艦。LST-19 戦車揚陸艦の一席。本艦は第二次世界大戦中の1943年3月に収益後アジア太平洋戦線に投入された。1943年6月15日 GP55 戦団に加入して、 シドニーからブリスベンに向かう途中で日本潜水艦 E174 の発射した魚雷一発を受けて大破、航行不能に陥ったがオーストラリア海軍のタグボートリザーブに栄光されてシドニーへ入港できた。この戦闘で乗船者26人が死亡、行方不明17人が負傷した。シドニーで損傷箇所の修理を受けた。戦列復帰した本艦は 1944年4月から西部ニューギニア戦域で以下の上陸作戦に参加した。その後、フィリピン反抗戦でも以下の上陸作戦に参加した。終戦後は1945年10月24日まで引き続き極東地域での占領業務に従事し、同年10月25日から11月2日までは中国方面で行動した。 アメリカ合衆国本土に帰還後、1946年3月に現役から外されて5月に海軍から除籍。1947年12月にスクラップとして払い下げされた。本艦は第二次世界大戦での功績により従軍政省4個を受けた。ありがとうございます。